と、ごめん。怪我はないかい？あの、ごめんなさい。私は、持田ゆかって言います。そう。僕は木佐美優也。白檀高等学校の2年だ。ゆかちゃんと言ったね。禁断のおまじないで、ここに閉じ込められた。そうか。さっきお兄さんと言っていたね。一緒なの？お兄ちゃん、お兄ちゃん。かわいそうにね。僕も妹とはぐれて。妹の子もここに。うん、よかったら一緒においで。君のお兄さんを探そう。生きているものはできるだけひとまとまりになって。僕の妹も君のように泣いているかもしれない。一緒に探してくれるかい？わかった。これじゃ通れないな。よし。すごい。これじゃ通れないな。よし。すごい。教室の中にあった。ん？どうしたんだい？気のせいです。Thank you.
どうしたんだい？おトイレを。なんだ、ひょっとしてずっと我慢して、急ごうか。でもどこも使えなかった気もするけど。大丈夫かい？これはひどい。ゆかちゃん、子供たちの幽霊は見たかい？見ました。校内の張り紙やダイイングメッセージを僕もいろいろと調べたんだが、あの子供たちを殺害した大人の霊もいるんだ。ここには鉄槌を持った大きな男、どうやらそいつが犯人の霊だ。僕の仲間も何人もあいつや子供たちの霊に殺されてしまった。とにかくバラバラでいると何が起こるかわからない。僕の妹と君のお兄さんを早く見つけよう。お兄ちゃん、大丈夫かな？入れそうだね。行ってくるかい？じゃあここで待ってるからね。はい。キザミ、キザミじゃないか。黒崎、お前も無事だったのか。ああ、よかった。やっと生きてる奴に会えたぜ。くそ。参ったよな。校舎の外もすげえ深い樹海だしよ。外に出ると迷ってこの校舎に戻ってくることすらできなくなるらしい。一体ここはどこなんだよ、父さん。なんか人玉とかいるしよ。もう帰れないかもしれないな、俺たち。お前見たか？隣。ああ、見た。俺ビビっちまってよ。人が一生のうちに目にする死体の数が決まってるとしたらさ、もう俺一生分超えた数の死体見ちまった気がするよ。くそ。美月さん、
彼氏に四股かけられててさ、昨日そいつ振ったから朝から元気なかったんだよ。だから俺授業中に面白メールそしたら休み時間にめちゃくちゃキレられてさ、ありがとうってメールくれたんだよ。せっかく元気出してくれたのに、あの子供の幽霊たちに殺されたのかな。キザミ？お前、何すんだよ。ぐっぐっぐっここでは、あいつらに殺されるのも、俺に殺されるのも同じだ。どうせ、死ぬんだからな。ここは…なんだ？どうしたんだ俺。気を失っていたのか。ユカ、ユカ、どこだ？数日の間に立て続けに町内で多数発生していた連続児童失踪事件は、警察機構の入念な捜査の末、最悪の形で解決へと向かう。天神小学校の開校当初から閉鎖されていた地下室で行方不明になっていた児童3名の亡骸と、殺害される直前だったのか怯えた様子で座り込む女児一名、そして血まみれのハサミを手に放心している同校の教員一名が発見された。救出された女児の証言から追及は進み、男は女児を含む4名の児童の誘拐と殺害を認めたため、未成年者回収殺害及び死体損壊などの罪で送検されるも、刑事裁判にて心神喪失が認定され無罪、医療施設に放り込まれた。この犯人の局の男は同校教師で校長の子息であり、生来快活な性質であったが、起因する要素が全く不明の突発性の脳障害から年々教員として弁を振るうことが困難になっていた。事件の数ヶ月前より別の就職先を探す日々を続けていたが、結果は芳しくなく、日中町内を所在投げにふらふらと歩いているところを何度も目撃されていたようだ。男は入所後数ヶ月で看護医たちの隙をついて
療養施設から脱走。ペンジン小学校の地下室に入り込み、首を吊って自殺した。この事件で殺された児童たちは、ほとんどが天神小の生徒たちだったが、犯人逮捕時に寸出のところで救出された女児は、天神小の生徒ではなく、事件後、他県に移っていったとされている。悪い噂の立ってしまった天神小学校の不運は、その後も収まらず、忍び込んだ変質者による強姦事件や自殺の舞台として利用されたため、生徒数が大幅に減り、ついには廃校に追い込まれた。当時60歳になっていた校長は、自らの屋敷の襖や壁、畳などに意味不明の文字の羅列を書き殴るなど奇行が目立っていたが、廃校決定のその翌日、天神小の屋根から飛び降りて自殺してしまった。首の骨を折り、即死だったようだ。賛美極まる事件である。私はこの一連の事件の陰に、人知を超えた力の動き、巨大なる呪詛の側面を見ている。鍵を握る人物はやはり、現場で同い年の子供たちが惨殺されるのを目撃してしまった不幸なる生存者。事件を生き残った赤い服の少女だ。怪奇事件ルポライターの私が機会をいただいた本誌での連載は始まったばかり。このまま追跡取材を進めてみたいと思う。続報に期待していてほしい。この事件、一人女の子が助かっていたのか。しかし、さっき見かけた赤い服を着た女の子の幽霊じゃない。どうして殺されなかった子まで一緒にここに幽霊となって存在しているんだ。大切な人を案ずる思い、死者にも生者にも隔てなく与えられる。君は、死んだ魚のように目が濁っている。私はここで死んだ幽霊です。そうか、なんて言ったらいいのかわからないが。幸せと不幸は隣り合わせ。安易に幸福を得ようとするには、それなりのリスクが伴うもの。何を言ってるんだ。あなた方がこの学校に閉じ込められたのは、幸せの幸子さんを行って失敗したからです。幸子さん。最後にみんなでやった失敗だって。誰かが唱える回数を増やしたか減らしたか、人数分正しく唱えなかったのです。誰かが。ちゃんと9回唱えた。幸子さんお願いします。
唱える回数が人数より多かったり少なかったりすると失敗しちゃうらしいからね。俺は確かに9回しっかり唱えたはずだ。誰か失敗したのか。そのせいで。そうじゃない、違う。こんな事態わざとかも。お友達の誰かが、あるいはもっと遊びたくて簡単に終わらないように失敗したか。わざとでなくてもいい加減な性質の人なら失敗しても考えそうですわね。まあいいや、バレないって。こんな恐ろしい出来事に発展するとも知らずに。誰も申告しなかったのでしょ。失敗した、ごめんなさいって。いい加減にしてくれ。ごめんなさい、ついいろんな可能性を考えてしまうのです。職業柄かしら、もうペンはとっくに折ったはずなのですけれど。あなたはまだ持っているようですね。それをしっかり手に握って思ってみてください。あなたの大事な人たちのこと。そのすまない、妹の姿が見えないんだよ。他の奴らも見つけないと。心配する気持ち、心をかき乱す衝動、それでいいのです。おまじないとは、人が人を思う気持ち、心そのもの。それが愛情であれ憎しみであれ、思いが強ければ強いほど、まじないはパワーを発揮するのです。ブレンド・ムース・ホック。熱い。フリジル・スイエン・ボール。体が焼けるように熱い。ボール・ツイード・フリジル・ホック・ムース・スプレッド。私たちの邪魔をする者は許しません。来る、行きなさい、思い人のもとへ。もう遅いかもしれませんけど。